皆さんこんにちは、須磨寺の小池栄養人でございます。この度お経の動画を3つ作成いたしました。その思いについて今日はご説明させていただきます。今皆様きっと新型コロナウイルスで大きな不安を抱えていることと思います。須磨寺でも非常事態ということでお檀家様のご理解をいただいてご自宅へのお参りを停止しております。そして須磨寺への参拝もできる限りされないようにとお声掛けをしております。そのような中で祈りの時間を皆様と共有したい、そういう思いで動画を配信することにいたしました。そしてですね、以前からお檀家様からですねお経のお唱えの仕方がわからないというご意見、お声もいただいてましたので、その参考にもなればと思いまして、動画を配信しました。この動画3つありますが、長さが違います。1つ目は般若心経だけの短い動画になっております。2つ目は開経偈、般若心経、光明真言、弘法大師御法号、回向の門の動画になっています。3つ目は須磨寺勤行次第の2ページから23ページまで、すべて続けてお唱えする一番長いお経の動画となっております。長さは様々ですけれども、我々僧侶もですね、時間が限られているときは短いお経をお唱えすることもありますし、時間があるときにはしっかりと時間をかけてお唱えすることがあります。皆様も普段の生活に合わせられて、可能な時間、ね、短い時間でもいいので、その動画を選んでいただいて、それぞれお唱えいただければと思っております。その説明ですね、そのリンクを説明欄に、リンクを貼ってますので、そちらからアクセスをお願いいたします。そしてこの動画の使い方の私の思いをお話しさせていただきます。一つ目はですね、先ほども申しましたが、今コロナウイルスによってご自宅へお参りに行けない、そしてお寺にもお参りに来ていただけない、そういう中で日々の生活の中での祈りの時間を過ごしていただきたい、そこでこの動画を活用していただきたいと思うんですね。そして2つ目はお経のお唱えの仕方がわからないという方はぜひこの動画を活用していただいて、お経のお唱えの仕方を、学ぶというかですね、参考にしていただきたいと思います。そして3つ目には、まだお経をお唱えしたことがない、今まで、人生でですねお経をお唱えしたことがないという方も、この動画をきっかけとしてお経をお唱えする、そういう機会にしていただけたらと、願っております。とはいえですね、本来であれば我々僧侶がご自宅に赴き、あるいは皆さんがお寺に来ていただいて仏様の前で一緒にお唱えするということが本来でありますので、このコロナウイルスが収束した暁にはまたぜひ、そのような思いで、ご一緒に祈りの時間を共にすることができればと思っておりますので、よろしくお願いいたします。最後に須磨寺勤行次第のご説明をさせていただきます。こちらのお次第ですけれども、お経が書いております。今回の動画もこのお経本に沿ってお唱えいたしました。皆さん須磨寺に来られる信者さん、檀家さんはお持ちです。もしこれを機にですね、このお経本を持ってお唱えしたいという方がいらっしゃいましたら、須磨寺までご連絡ください。詳しくは須磨寺のホームページをご参照ください。それでは皆様のご無事をお祈りしております。